今週はチューリップということで、チューリップを買ってきてみました。ちょっと買ってから、日数が経ってしまいまして、これ何曜日、日曜日に買ったかな。で、今もう月火水曜日ですね、3日目。伸びちゃいました。これ買ってきた時あんまり長さ変わらなかったですね。こっちのピンクとそんなに変わらない、まあ、ちょっと頭一つぐらい大きいぐらいだったんですけど、伸びましたね。ちなみにこっちの伸びてない方がクリスマスドリームっていう種類で、こちらはアンジェリケって言うんですけど、このクリスマスドリームっていうのは咲かないし伸びない種類なんです。こう昼間でも分かっていいかね、これ今昼間だからばっかり咲いてるんですけど、こっち咲かないんですね。この形のまんまなんです。いやね、まあ好みがあると思うんですけど、チューリップは咲く方が好きだ、伸びる方が好きだっていう方にはあんまりお好みじゃないチューリップになります。逆にこうやってもうニョキーンと伸びてくにくにしてきてバカーって咲くのが嫌だっていう方はこっちの方が好きだっていう感じになります。伸びないチューリップと咲かないチューリップと伸びて咲くチューリップってこれだけ見た目が違いますので、まあ、お好きな方を選んでください。好みがあると思います。まあ、結構ね、日本人はこういう方が咲かない方が好きなんですよね。で、欧米の方はこう咲いた自然の天然のまんまっていうのが好きな傾向にありますね。バラもそうですね、まあ、バカって咲くバラはあんまり日本だと咲いちゃってるじゃないって言って売れないことが多いですね。咲いてんのも可愛いんですけどね。なので、そういう日本人の好みに合わせた品種っていうのも出てきてますので、まあ、お好みで選んでください。で、今回合わせに買ってきたのがこれ麦です。麦の方、年末にかなりなんか麦の方がこんなわさ なんて言うんでしょう、こんなしだれるの、しだれて赤いのをお見せしましたが、これが普通の麦です。普通の麦です。それからこちらコアニーって言います。ニンニクとかの仲間、ネギの仲間なんですけど、まあ、ネギ坊主の花と似てますよね。ニンニクと同じようなお花で、ニンニク臭がします。ネギ臭いです。ちょっと切り口は匂いを嗅ぐとちょっとネギ臭い。特に球根で育てて、球根でもよく咲くんですけど、茎を切るとすごい匂います。でもこの花、面白いところがですね、この茎がうねうねしてるんですね。うねうねしてますよね。これ一本ずつこのうねり具合が違います。で、なんかね、茎の形もちょっと変わってるんです。断面がなんかちょっと、これだと分かりづらいですね。写真でも撮っておきますが、なんかちょっと変わった形をしています。三角形というか、で、こう茎が特徴あるお花って、葉っぱがもさもさついてる花を一緒に飾ると見えなくなっちゃうんですね。なので、こういうすっきりした花、チューリップもそうですけど、茎がギューって、この茎のカーブが綺麗なんですね。そういう花はあえて茎を見せたまんま飾ると綺麗です。なので、こうガラスのコップとか、あと今回このピッチャーでちょっと入れようと思います。ちょっと長くなりますので、飾るときはちょっと今分けてお話します。